おにんにんです。というわけでやってまいりました。本日私3度目ですね、ライター XXXXX。 今回12月24日特別仕様、ライタークリスマス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 。というわけで今日はクリスマスにちなんだ機種ね、勘のいいあなたならもうお気づきじゃないですか。そうです、ハローサンタマシンガンバージョン打っていきたいと思います。ないないか、まあ、昨日もちょっと作戦会議したんですけど、まあ、正味やっぱり動画で6号機打ってどうなるんやっちゅうところあるかなって僕は思ってるんですよ。どうしても単調になりがちだし、その出玉の部分も見せにくいんじゃないかな、ね、そのリゼロの A 点で一撃狙うとかしますけど、僕も、まあ、朝からがっつり打つっていうのは違うんじゃないかな。じゃあなんだ凱旋かなんだ、いろいろ考えました。僕もねいろいろ考えました。それで結果もうこれしかないな思いました。今日まさかの他力本願、先ほど、まあ、僕毎朝あの今日どこどこで実践です来店ですっていうツイートしてるんですけど、まあ、10時開店で今9時半ぐらいなんですけど、残り30分の間でツイートのリプでこれ打ってっていう意見が一番多かった台に来ます。なんで何打つか僕も10時まで分かんないです。新しいねこれね、斬新、名付けて出会い系打法、これで今日は行きたいと思います。もうね、何かピンとくる今日これ打ちてえなっていう時がない時はもうこうやってもう風のまま気の向くまま打ってみるっていうのが僕なりの立ち回りです。ライター X 挑戦者たち、けど口としてはやっぱ母船これの口っすね。本当にめちゃめちゃ相性悪くて出したことないレベルなんだけど、やっぱ好きな人多いし、モンキー2は好きなんでね、ね、言ったら一緒なのシナリオ管理型の AT 機で一緒のはずなのにすげえ相性悪いのは何だろうと。もう最後じゃないですか、打つの年内とか問わずに、もう設置台数も少ないし考えたら、まあ、ちょっと頑張って打って、まあね、できれば無限切り、ね、いいっすね。それだな、2度目ですね石川県。あの毎回着時間が遅すぎて全然石川っぽい、まあ飯ね、魚うまいとかねよく聞きますけど無です。今日も終わりで帰るんで。だそう、ちなみにケスがあるんですよ、年末なんでチケットの兼ね合いがあって、あの新幹線の時間が決まってて、まあ、なんで4時、まあ、4時すげえ頑張って4時半まで、まあ、6時間半ぐらいの実践なんで、まあ、その辺も加味すると、まあ、今日はちょっと神じゃないのかなって気はするんですが、神と神をかけましたね今の。お願いします。あーいい先これ行こう、いいね、結構いいよね。ヤジキタ先これ西国ビバ2はあの全部打ちたい、ああ全部打ちたい並び、素晴らしい。なるほど、まあ行きましょう先これで。ではでは行きましょう。ほんとね、果てしなく負けてると思うんですよね、先行列全然当たんないから。まあけど、もうなくなっていく台でね、終わりよければ全てよし、今日勝って、ああいい台があったなとそう思えればいいです。強制雇用組の送信技術を管理した
67これ。あれ合戦いきなり。おう、あれ国外と死にかけつくとはいいですね。いや、当たりやん。えぇ、はやはい。嬉しい。今まで打ってきた中で一番早いわ。はい、やりました。あらら、これはいかんわ、早すぎる。いやー素晴らしい、72ゲーム、72これ。世界制覇していこうぜ。これは男の人に見えるけど女の人だけ。あ、赤い赤い。あの先生すいません、ちょっとあれちょっと調べてもらって教えていただけると助かります。赤いよ、いいとこ行ったろこれは。あらららら、いや初当たりにいくらかかるかななんて思って、どどどどガタガタしてる。熱い。きょうちゃめすげえことになれ。からのよし、いや俺これ今日いけるわ、揃えていこう。頼む、よし一つ。よし、やれた方でしょう。これはだから1続く。よしよしよし、らしくないわ。あ、そっか、ロボニャン、すいません勘違いをしてました。この前ジロー、J が言ってたわ、ロボニャンドライブ中は煽りが来た時点でソロ映ってたわ。そうそうそう、この地は私たちがいただきます。もう一回もう一回、おめちゃめちゃロボニャンドライブ行くやん。上上、いや1,2,3 戦まで継続だから2回ほど揃えたら、いや2回ほどとかじゃないね、もう行こう、世界制覇行きましょう。 1,2,3 3回揃えたからあと3回、まあ最低1個、3セット目までだから2なんで、え、まあ80,10,80,10,80,10なんで 1,2,3、 まあ1こうでも揃えれたら、4セット目の 10% 突破になって、5セット目が 80% なんでっていうところです。しゃ、煽りが来たらね、煽りが来た時点でね。よっしゃい、なあ1個でした。まあ、けど揃ったことが大事。よしよし、はい、青です、男の人です。敵武将ってやつか、
青でも歌が流れてたら安心。ここまでですね。だから保証分がこっからやな。ここだから、ここが80って言われてるとこっすね。ここはものにしたい。あ、女の人。あ、めっちゃおるわ後ろに。これは大丈夫なやつや。巫女シスターズがおるもん後ろに。さあ、ここやな。 10%。 いやー、何も。あ、けど女の人よ。あ、女の人だったのに。何もない、そういうのない。あ、972枚。画面も何もなかったですね。キラキラもなかったですね。石川は12月20日から1月まで延長営業で1時までやってるらしい。すげえな。まあ、ただね、長く打てていいなって思う反面、やっぱそんだけ営業時間が長るとベースっていうのは絶対下がると思うんですよね。なんで、あの、立ち回っていくところことが大事だね。いいとこだけ打っていくというか、やっぱこういう一山出たらもう次に移動するのも正解だと思う。早い。あらら、けどここが私に立てつくとはいいですね。あ、もっと楽しませて。もうダメ、もうない。あ、そう。ちょっと見回り先生しましょう。まあ、まだちょっと続行しましょうかね。続行しましょう。もうちょい打とう。やっぱ、あの、投資安くでこんぐらい出てくれた時はこれ分使っていいみたいなところあるから、もうちょい信じよう。楽しかった。さっきの AT が楽しかった。もう一回やりたい。おっとっとっと、できた。あー、かわいい。これ丸かわいい。よし、鬼ヶ島削っていこう。今が260個。レイク、100個。おっとい、うまい、めっちゃうまい人やん。残り34個で、もう349個だから、やっぱそのゾーンのところっすね。まあ500枚ぐらいまだ持ってますんで、ドプラス。男の人、緑、敵武将か、敵武将の緑。いや、楽しめてますね、これ。ありがとうございます。いや、まあ、僕もジャンバリー移籍してきて、
そうですね、もう2ヶ月、まあ2ヶ月経ちましたけど、まあ、やっとねスタッフの人たちとも距離が縮まってきたのを感じてるんで、まあこうやってね話しながらやってます。よし大丈夫、そうほらあるよ。ここでおい、よし、やっていきましょう。めちゃめちゃロボニャンなんだけど、俺ロボニャンドライブ今まで1回しか弾いたことなかったのに、まあそんな1000個連打ってないっていうのもありますけど、で今日は何かが違うんだよな本当に。やっていきます。よし、ちょっとね一瞬ね遅れましたね、エロい、いい、よしよしよし、すまへんすまへん、泣いた、いや2個よねあっ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 、2ね、これ2ね、これは通常です。おっしゃうまい、あっ7つ、あ違う、継続してんじゃん、うまっ、あっあっあっ、そんなもあるんだね、だー2個3個もう1回継続ないか、あけど青だったからちょうど良かったですわ、助かった、緑、まあそうっすね、2っぽいっすね、シナリオ2、ウェイ、お仲間だ、あ敵だった、青めちゃめちゃ敵だわ、あれ前回のライター X、 あのハーデス打った後セイヤ打った時勝ったっけ、勝ったよライター X で、俺負けてねえわ、そうだそうだ、まあまだね、まだ全然わかんないですけど、幸先はいいよ、チャンスアップ、書き換えろ、あ何喋った、え絶対これいけるパターンやろ、あある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 、よし、よしよし、ダメ、かわいい、ダメか、ダメでしたね、ここでめちゃめちゃレアク、あーだからスイカ1ゲーム早いわ、あら韓国できてるじゃん、天国、うわはー、おほほほほほ、やべえ楽しい
流行るわこの台。はーい。あ、これは敵か？誰？黄色。敵っすね。敵だね。まあ、シナリオ1212122かな、またっていうところっすね、超波乱。いやうまいな、やれてるわ、マジでやれてるわ今日。クレオパトラリベンジや。あー、罠の人。ここから先へ渡る。右を左へ。かかれ。もらった。よしよしよし。赤。あら、2回目で80。いや、これはね、2個目が80なんで、波乱か、超成り上がりか、シナリオ7か、まあ、悪くないかもしんないところっすね、シナリオは。うわ、だ。まだよ。早いわ。ガタガタしてないんだ。さあ、80を終わらせるのだけはいけない。ペリー、よし。青。なんだろう、波乱なのかな。無理か。合わせて1208枚。はい、あれ、なん、はや、よしよし。こいつ、いい台だぞ。おお、59これ。勝つわ。いや、今日勝つわ。黄色。これは、この人は敵やね、敵。チャラなんとか。クレオパトラニャン。キョーチェ。よしよしよし。よし。青。ダメでした。すげえ続いてる風だけどね、データランプで言うと。あと2ゲームある。
よし。51これ。これこんなポコポコ当たる線これ初めて打った。熱そうだしな。やっとるやっとる。これはマジでやっとるって。絶対じゃないとおかしいもん。ないからね本当にそういうの。違う台だもん。やばこれか。噂に聞いてたのは青だけど。これは単発の流れやね。青はね。頑張れ書き換え。まあ、あと300枚ぐらいは出るはずだから。もう一回当たると思うんだよな、すぐ。108これ。いや、ここはもうね、さすがにないと思うんですよ。浅いところで当たりすぎた。ないな。さすがにね。いや、まだまだ打ちます、まだ打ちます。この線これはいい線これ。いやけどなんか矢敷たしかり、まあ西国、まあ西国はあれだけど、バラもちょっと悪くねえんじゃねえかなみたいな。これだって10時から翌日1時まで営業って、10時12、12、13、14、15時間営業、それでバラに入るって神店よ。ただの神店。クロステちゃん582。あ、センコレ2のクロステちゃんは熱いの。モンキー2はめちゃ熱いけど、センコレ2は本当に本当に打った回数が少なくて、強チェル 20% で無限切りなんすよ。そう、ジャンバリスタッフはパチスロ詳しい人が多いんでありがたいっすね。さあさあ624これクロステチェンからの修羅モード、ここけど逆に外しちゃうともう最深部じゃねえかなと思うところですね。頑張れ。申し上げます。行きます。危ない。発見しました。逆に熱いみたいな。一人はいはい、これありますね、わかります。あんまり打ったことはないですけど、こういうの、この手のパターンは熱い、わかります。あれ、なんで一人来たの。ほら、ね、そう、分かってた。よしよし、600だ、B っすね、またこいつも B なんすよ。 B と天国ばっかなんだよな。それがいいのか、いや、いいんだよね。うん、よしよし。持ちメダルが1350枚、投資が4本のままです。ここちょっと伸ばして、あ、味方の青、3か5ってことは
まあ、初回はどっちにしろ7を揃えないと、なるほどなるほど、そしたら一気に伸びる可能性がある。ですよね。あ、キラキラしてる。そうよね、いやそうよね、こういう台ですよ。さあさあ100、これないか。まあ鬼ヶ島1回だからね、まあ設定狙いしてるわけでもなかったけど、このまま追ったら持ちメダル飲まれて追加投資も全然あるし、時間的なこと考えても追うのは得策ではないかな。これでまた A の深いところ行かれたらもう追加投資だしね、単発やっぱザラなんでちょっとやめましょう。まあもう弾っすね、こうなってくるとね。まあ、ちょっと打ちたい台が前回の太鼓の達人実現、まあ AKB もいいんすよ、 AKB もやっぱライトミドルっていいねって話でフェスティバルもいいんですけど、今日は違うんです。浩介くんね、いいんすよ一発台。1分で分かる浩介くん講座いきます。ここから入って通って、でここに入ると、9.9 分の1で、大当たりの抽選 9.99 ですね、 9.99 分の1で、振り分けが10ラウンド時短4回と10ラウンド時短なしのが1対1 50パーずつで、見事時短ありの方を選ばれると時短4回プラス残保留の8回転の間に 5.33 を引けば、10ラウンドと3ラウンドが1対1ですね。で、大体その時短入った時の継続率が 81% ぐらいっていう台になっております。ホウスケ君自体に思い出は全然ないです。ただやっぱ この手の台が好きなだけ、はい、まあフクロウっていうのとホクロウがなんかねリンクしたんだろうな。うん、いきましょう。8回転だからあと2回転で当たる計算だしな、 9.99 なら。あー、こういうのもあんのね、いいね。鼻にしますか。最初はデフォルトがいいか。蝶のモードとかもあんの。あー、いっぱいあるね。鼻とパトランプと蝶、まあ蝶いいっすね。お兄さん真似させてもらいますね。おい、激グマ注意。飛ばず、はい、いやこれはけどやっぱ王将とか松名取とかと違ってリーチっていうリーチがない系なのかな。だったら鳴らしたいっすね。いやいいけどやっぱ入った瞬間だったら蝶が一番気持ちいいと思うっすよ。平和といえばっていうところもあるしね。行こう行こう。いやなんかその前あのゆうちゃろさんとやった時に綱取りのこの蝶のモードの当たる時の音がやばいみたいなのがあったから、もしかしたらこのホウスケ君もそうかもしれないから、その時はね結局当たらなかったからどんな音するのか分からなかったけど、隣のお兄さんもしてるってことはね多分やべえ中毒性があるその3つのパトランプ鼻の中で一番いいんじゃないかなって思うんで。
チャンスだクマ。ないか。来たー。すぐじゃなかったぜ。入った瞬間じゃなかったぜ。よし、行きましたね。11回転投資がスロットの方も合わせて 5.5 本。さあこれで 50%。 ホースケボーナス、ハイパーアルティメットホースケボーナスじゃないとダメなんじゃない。ガブガブ、ここっすね。これで赤で止まれば、ここが赤で止まれば ラッシュというか時短獲得。かわいいね。ここ入ったらピヨピヨいって、ここ入ったらガブガブいって、ほらいいな、好きなんすよねこういうほのぼの系。さあホースケチャンスお願いします。ホースケルーレット、ホースケルーレット、赤で止まればホースケチャンス突入だよ、はい、お願いします。ケイ初来 81% だから V やんね、ここもね、多分ね。おっしょいよいしょ。あ、ビッグ、ビッグもあるよ。赤で止まっていこうぜ。いや、いいんです。当たるの、当たることは大丈夫。いい、まあ、1対1。右打ちして前を狙ってね。超シンプルですね。いいですね。おー。まあ、5.33 を引いていくだけですよ。ああそう、あら同時回転が熱いんだ。おい、あリーチか。 V だといきなり当たりで、はあ、はあ、なるほどなるほど。リーチになってから V が揃うかどうかってことですね。はい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 、うん、終わるわ。何やそれ、速攻終わったわ。でけどいいですね、なんか無駄がなくて、あの一番目っぽいじゃん、目ん玉の中蝶々はやばいでしょと思って。コンプラってやつっすね、これがグロ注意になってたから。このあさっての方向を見てるウサギがじわじわ来ますね。しょうがねえな、世間様にちょっと寄せてやるか。クリスマスな、クリスマスっぽい台な。まああの公開めちゃめちゃ新年なんすけどね、動物がなんかみんなちょっと顔がふざけてるね、うん、ふざけてるからやめます。このウサギはちょっとずっと見てたらなかなかちょっとムッとなる顔してるわ。こいつはほんとあさっての方向見てる、自分の台見てねえもんな、隣のゴジラ見てるこいつはずっと。お仲間かなって思っちゃってる、このウサギはよくないね、そういうのは。集中してない、甘いのでも小づきましょうかね。これはね、まあね、シンプルに鼻、うん、あらやめたの、
16の13。ああいいじゃん130。なんで飽きないよね。あ打つわ、打つ打つ、6じゃん。いやまあ6は言い過ぎやけど4はあるわ。プレハナね、違うわ、ツインドラゴン打ちます。あ前の人のぬくもりがすごく残ってます。16の13、合算130分の1、ありますね、ありありですねこれは。はい、325ゲームから3700回ってこの合算だったらすげえいいんじゃないかなって思うんですけど。でね、孝太郎さんにね教えてもらったんすよね、光った時の押す場所、押すのな、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 教えてもらったけど忘れたな、なんだったかな、上段にピンク狙って滑ったらどうのこうのみたいな、ビッグ一角があるみたいなのをこの前教えてもらって。来たね、ベルレンの波がね近いですね、あたりが。今389ゲームなんで、そうですね、423までに光りますね。422、ここ龍の舞、まだね、これはノーカウント、ダメでした。おかしいな、おい、442ゲームここまで来たら化けもあるっつうのかな、化けね。442ゲーム、持ちメダルが1170枚。よしよし、一回当たればね、初めて打つふりしよう。これが確か光ったらいいって聞いたけどな、なんだ、狙ってみてもいいのかなこれ、揃わないな、どこが光るんだろう、これもう光ってるけどな、そもそも難しい、スロット難しい、ムカついたらやめる、無駄に減らした、ズタ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 、もうカメラになっちゃう、カメラになった。いやーまああれっすね、勝ちましたね、終わりです。というわけで実戦終了でございました。本日朝からセンコレ2打ちまして、いやあれはね、いややっぱいいっすね、面白いけど、あのガタガタガタって、あのモンキー2みたいな、まあモンキーみたいなリールロック、リールロックショートフリーズ2段階でスイカ小山の茶目で乗せもなんもないのはうーってなるね。10でも20でもいいから乗ってくれたらなっては思いますけど、まあロブネはもう3回やれたし、まあ楽しかったっすね。でまあそっから結局減らしちゃいましたけど、いろいろ打って減らしちゃいましたけど、まあホースケ君もすげえシンプルで、まあ時間効率とかもすげえ良さそうだしね、もうほんとやっぱそぎ落としていくとそうなんだなっていうのもあるし、まあ花はね、あれはね分かんないね、暴れんぼですね、じゃじゃ山ですね、花はね、すげえ減らしちゃったけど、ピークはマックス2500枚ぐらいあったのかな、2500枚ぐらいあったと思うけど、まあ結局プラス600枚ぐらいけど、勝ちは勝ちですね。野郎のライター X 参戦参勝なんですよね。あの自分の番組と出させてもらった番組の中で唯一賢くしてる番組、これ来年もねまたぜひやっていきたいなっていうのと、まあ一つ言いたい、ライターじゃないのにライター X っていうのもあるんで、やっぱ一つね、あなるほどなと思うのが一個でもないといけないと思うんですよ、この番組ね、歴史の一番
ジャンバリドット TV の中で一番歴史が長い番組ですから、それでは言わさせていただきます。本日実践にはやろうでした。朝一いっぱい出たらもう帰れ、これね、名護打つと基本、ま、負ける、減らすね、そういうのを今日の実践でお見せできたんじゃないかなって思います。それではまたどこかでお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録すれば検索の手間いらずで最新動画をいち早くチェックできます。皆さんもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。